皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。今日は新入荷のねご紹介をさせていただきます。これも知ってる人は知ってるでしょうね。B ラバーのね、26インチの 4.0 ですね。いわゆるファットバイク用の、スリックタイヤでジグザグというやつが入ってまいりました。でその名の通りあのジグザグですね。これですね、こういうようなパターンになってまして、ちょっとまあホイールにつけてみないともっとわかるんですけど、こんな感じで、わかりますかね。いわゆる、多分ここが真ん中に来ると思うんですけど、こう完璧なセンターリッジのタイヤで、実はですね、スリックタイヤでここまでセンターがバーンと出てるのって、なんか珍しい。と、まあ、スリックタイヤそのものが珍しいですけどね。同じ B ラバーでスピードスターっていうのが出てるんですけど、あれよりも、ここの真ん中のね、シュッとこうなってるところが明確になっていまして、アスファルトの上を走るとなった時には、実はこっちの方が有効なんじゃないかなというので、入れてみました。で、対パンク性能とか、あの辺がどれぐらいあるのかちょっとよくわからないんですけども、実はこのタイヤ、スピードスターとかに比べると明らかに重いです。まあ、しょうがないですよね。その軽量とか、走りがどうのこうのよりも、耐久性とかを考えて作って、結果的に重くなったということだと思います。ということは、対パンク性能なんちゅうのも、ちょっとは期待していいのかもなぁ、と思いつつのご紹介でございました。で、いわゆるオールドスクールな自転車にもね、できるであろう白リボンですね。こういうのも来ておりますので、まぁ、ちょっと気になるわ、というような方。で、まあどうせ今から雪降るからスリックタイヤなんか買ってもさっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、じゃあライハル買おうってなった時にあるかどうかっていうのはもうちょっとよくわからない、うちも手配できるかどうかわからないようなご時世になってますので、気になるわという人はお早めにお問い合わせをお待ちしております。